皆さんこんにちは。こんにちは。夕方の NHK 岐阜で FC 岐阜の新監督に就任した上野優作さんの特集が放送されたね。へえ、どんな内容だったの？見出しは〇〇を磨いて岐阜を J2 へ、時間は5分ちょっとだね。長く時間を取ってくれたのね。サンキューまるっと岐阜、これからもついてくぜ。この前は取り上げる時間が少ないって言ってたのに相違変わりようね。最初は宮崎キャンプで声を張って指導する上野監督の映像。瀬戸ひかるさんも熱い声が出てますねと言ってたよ。瀬戸ひかるさんってまるっと岐阜を担当してる男性アナウンサーさんだよ。好きな食べ物はお雑煮、ロボットダンスが得意なんだって。なんで紹介したのかしら。監督は現役時代アルビレックス新潟の中心選手として活躍。ポジションはフォワード。2003年 J2 最終節、新潟対大宮で決勝ゴールを挙げてる映像が流れたよ。現役時代の監督はこんな感じ。うわ、太ももの筋肉がすごい。このカードかっこいいね。調べてたら監督には上野陽介さんって息子さんがいて、サッカー JFL のソニー仙台でフォワード選手として活躍してるよ。ポジションがフォワードなのはお父さんの影響かしらね。話を NHK の方に戻すね。次はワールドカップのコーチ時代を紹介してたよ。攻撃面やセットプレーの強化に貢献。 J リーグと日本代表合わせて指導歴は10年。ずっと監督をやりたくて、そのタイミングが来るのを10年くらいずっと待ってたので、ありがたいお話をいただいてすぐに返事しましたって言ってたよ。新体制発表記者会見の時にも監督がやりたかったっておっしゃってたわね。賢く戦うのが大事、インテリジェンスが大事。ボールを持った時、パスをするのかドリブルをするのか、相手を困らせるプレーを持っておくべき、選択肢を多く持っておくべきで、そこがインテリジェンス。駆け引きで上回っていくって話してたよ。攻め方にしても外に外に行くんじゃなくて、中を見せながら外とか、パスの出して受け手の共通理解があって初めてタイミングが合う。相手の守備より先に攻撃を仕掛けられるようにしていく。僕のやろうとしているサッカーには非常に重要って言ってたよ。相手に的を絞らせず主導権を握って攻めるってことかしら。それをやるためには知性が必要ってことなんだろうね。まとめの話では、1年かけてまず目標の J2 昇格を目指してやりましょう。今だけがいい、そのうち良くなろうではなく、一人一人成長した者が集まり、チーム全体が成長していく。熱い試合だったりも一回見てみたいなと思える試合をして、 FC 岐阜っていいよね、すごいよねと話題になるようにしていきたいと語っていたよ。今年の岐阜はインテリジェンスサッカーってところかしら。メガネ食いってしてる参謀と回想だね。あとは開幕戦のお知らせをして終わりって感じだったよ。新体制記者会見と同じ話が多かったけど、コンパクトにまとまって分かりやすい内容だったわ。最後に2月16日夜7時半から NHK のラジオ第1で J リーグ30周年ゼロから楽しむ J リーグ開幕直前全て教えちゃいますってのがやるみたいだよ。 NHK 名古屋放送局に番組ページがあって、そこからメッセージが送れるらしいから、概要欄に URL を載せておくね。 FC 岐阜応援隊隊長の北野さんも出演なさるのね。小倉くん日記の小倉さんも出るよ。何それ。じゃあ今日はこの辺りで終わろうか。それでは皆さん、ごきげんよう。